と教師。作曲家、メシアンの5歳。旧氏であり後に、夫となったメシアンの作品を中心に、現代音楽の専門家として、国際的に著名で、膨大な数の録音を有する。結婚後も、旧姓のままイボンヌ・ロリオとして活動したが、メシアンの没後に、その未亡人として、ロリオ・メシアンの二重姓を用いるようになった。妹のジャンヌ・ロリオはオンドマルトの奏者。 ベートーベンのピアノソナタ全曲をアンプで弾きこなす、振動として将来を職望され、パリ音楽院に進みだりユスミヨーラに指示。1943年に音楽院における初見演奏の課題曲としてメシアンが作曲したロンドンにより、ジャンミシェル・ダマーズと主席を分け合う。この頃からメシアンに演奏技巧を着目されるようになり、二大ピアノのための アーメンの原影の初演者としてメシアンから共演相手に選ばれている。この他にも1940年代に作曲されたメシアンのピアノ曲は全てロリオによって初演された。またこの時期からメシアンのピアノ処方はロリオの超絶技巧に触発されて新たな展開を遂げており、その後の幾多の還元楽曲や声楽曲の ピアノパートにロリオの影響力の大きさを認めることができる。メシアンがナチスドイツ軍の補修として強制収容所で出会ったギーベルナールド・ラピエールから1943年から1947年まで自宅を解放されて音楽塾を開くとロリオもそこで作曲や楽曲分析を支持する。ちなみにここから音楽サークルレフレッシュが発足しており ピエール・ブーレーズやセルジュニグ、ジャンルイ・マルティネス、モーリス・ルルーラと共に、その同人として活動の一翼を担うこととなった。1959年にメシアンの繊細クレール・デルボスが他界すると、1961年に後添えに迎えられ鳥の声の財布にも積極的に協力した。繊細デルボスと異なり、メシアンとの間に子供はいない。 2010年5月17日に死去、86歳ボーツ。演奏家としては、シェーンベルクやバルトーク、ジョリベラの現代音楽、とりわけ、メシアン作品の専門家としての名声が目立つも、バッハやモーツァルト、ショパンにも造形が深く、ドビュシーやラベルのピアノ曲についても一過ことを持っている。晩年も、世界的に活発な演奏活動を続け、オーチャードホールにおいて、 夫の遺作、四重奏と還元楽のためのコンセールの日本書演にも参加した。メシアンの幼子イエスに注ぐ二重の眼差しは1956年録音に、ベガ1957年録音が SWR バーデン・バーデン・スタジオ1973年録音がエラトから発売されており、3種とも入手できる。この曲集に3度の録音を残したのは、 ロリオだけである。晩年にもたびたび来日の予定が組まれたが、恒例による体調不良などからキャンセルが相次いだ。卓越した音楽教師としても国際的に著名であり、日本人では木村香織や藤井和之や桂恵子らが支持した。ラロシェル国際現代音楽オリビエメシアンコンクールの設立に積極的に関与し、後年復活したパリ市国際コンクール内現代。 音楽ピアノ演奏大賞、オリビエ・メシアンコンクールで審査員を務めていた。メシアン作品にしばしば登場する鳥の名前にロリオがあるが、綴りの違いから明らかなように彼女のことに直接言及しているわけではなく、作曲者自身もそのような意図はなく、偶然の一致と主張していた。しかし、フランス語の発音からすると同じであり、何らかの関連性や、 真の意図については今後の救命が待たれるであろう。ありがとうございます。